皆様こんにちは大人のためのインターネットテレビハ、はい、イカラ万歳の時間がやってまいりました、えー、ナビゲーターのハイカラ編集長青野秀俊でございます、えー、早いもんでもう来週がクリスマス えー、そこから一週間しますともう2009年も終わりということで、えー、本当にもうこれから二週間は正しい日々が続きますが、えー、先週に引き続きまして、えー、歌手の水木優さんがゲストですはい、ういさんこんにちはよろしくお願いいたします水木優ですはいですね、<laughs> 目元がね <laughs> 目元がもう可愛いという感じでございますけれどもテンガロンカ ハットをかぶった、はいえー、実は演歌歌手でございますんでね、うん、そうですごく驚き、あ <laughs> アイドル出てるなと思った方もいるすが、アイドルですが、演歌歌手です <laughs> えー、そんなわけでね、はいあの、どうですか、クリスマスって女の子にとっては結構イブとか、はい、すごいもう特別なイナー。はい そうですね。すすはい、ロマンチックな。二十歳になってのイブってどうですか？その日はちょうど仕事で <laughs> <laughs> ちょうど入ってきました。<laughs> プロは大変ですね。<laughs> いやいやでもやっぱ仕事をしてる方が落ち着きますね。ねなんか。 置いてかれてる気がして、休みだと。先週この番組で、どこのイルミネーションきれいですかみたいな話をして。新宿あたりという話があった。んですがなんかもう一つ、きれいなところがある。そうなんです。あの御殿場の高原ホテルというところ。にこれ有名です。そう、あ、そうなんです。か私はあのこう見えてもイルミネーションの。イルミネーションの評論家です。あ、本当ですか。そうなんです。あの、僕も。自分のブログをですね、もう七年やって、毎日書いてるんですよ。毎日。 ですか365かける7年え毎日書いてるんです毎日で12月に入りますと<ー>青野編集長のイルミネーション企画ってことで<ー>僕が撮ったイルミネーションを 毎日写真で載っけてる。わあ、じゃあいろいろな場所見て。見てきて。ただこれは行ったことないんです。あ、ないんですか？これはね噂ではしてたんです。あ、噂では。ですか？めちゃくちゃ綺麗なんですよ。そうなんです。なんか勝ったような気がして嬉しかった。今勝ち起こった顔してましたけどね。そうなんです。すごいです。五天馬高原ホテル。はい。びっくりしました。ここでなんかディナーショーやるそうです。そうなんです。そのクリスマスイブ二十三日日イブの前なんですイブイブでね、はいはいはいあのディナーショーを。 してくるんですが、これディナーショー初めて？はい、去年もやってます？え去年は違いましたね。今回初めていいいいディナーショーです。どう思います？これ？わもう緊張しますね。これも歌詞としては憧れの一つでしょう、はい。そうですね。あのご一緒にこう大江豊さんも一緒に出演さ、はい、するんですけれども、はい、はい、もう緊張しますねやっぱり。 でクリスマスもやっぱりこんな感じではいもうこんな感じでなんかあの白い黒を背負ってきたりとかそうですね帽子もちょっと変えた方がいいですかね赤い帽子とかサンタさんになってはいそうですねなんか緊張するでしょ緊張しますね今からもうだってですよ皆さんこう殿場工業ホテルのこれ多分ねフルコースかなんか食べながら ゆうちゃぜい聞,聞くわけで贅沢というのか高いわけですよ、ね、これは普通から言えば、ね、にどこのホテルでもね、はい。ありがたいですね、しかもクリスマスですからね、ねはい、外はすごいこのイルミネーションが素晴らしくて、ねまあ、あの去年見、見て水木も回って歩いたんですけれど、うん、この見たことがないようなイルミネーションでしたね。だからももうう来年はねもう 御殿場高原ホテルで毎年やってもうソロでやりたい当ですねそれも一つの夢ですねやっぱり今度クリスマスっていう日にできるのが一番そうですねもう何曲ぐらい当日は歌う予定で何曲ぐらいですかまだ当日これからいいこうろろ当然今ね発売中の二人のローカルもちろん歌いますねこれもちろん歌いますねたねで考えてみらそうすねはい そうですねだからまたあの行ったついでにこうまたローカル線も見れますしいろいろこう各地一つずつ回っていくのは大変なんですがうこ,うこっちに行くからここのローカル線見に行こうかなというような感じであの写真もも撮れますすからそううでね残念ながらあのチケットは、ね、もう完売してしまっているので今回ね、ねュウさん見てファンになった方は来年。 はいえー、ホームページをチェックしていただいて、ね、ディナーショーの方にもぜひ、えー、行っていただければと思いますけどね、はい、じゃあ今年のクリスマスは御殿場で、はい、綺麗なイルミネーションを見てそうです、ね、最高ですね一生忘れないでしょうね,そうですねまた一つ思い出になりますね。はい さて、あの、先週予告したんですが、はい、水木優ちゃんの、はい、プライベートな面も。はい、来週はなんて話をしてましたんでね。ちょっと、はい、あの、ファンの皆様の、ちょっとお話聞きたいと思うんですけども。<laughs> はい、趣味が日部スノーボー。ネイルアート。はい、そうですね。今日もね。今日はちょっとピカピカです。ああ、やってますね。これ、どれぐらいのペースでやるんですか。<laughs> これはですね。でも、一ヶ月持ってば、すごい方ですね。高いでしょう、だって。はい ね、まあそうですねでも今だんだん安くなってきましたしほんとはもう自分でやりたいんですけれどなかなかこう自分でやる時間がなくなってきてましなんか最近ね自分でやるキットみたいなのもやってるんですよね昔はちょっとずつこう絵描くのが昔は流行ってましてそう,、うん、そういうのをやってたんですけれどなかなかこうピッてなって ね、あのいろいろ動いてますと、ね、乾いてないうちに動くと大変なことになったりしましてうし、ね、もうあのやプロの方にやってもらおうということで,うで。やっぱりあの、はい、歌手ですから、はい 日部もやってるんですか。そうですね。今は全くやってないんですが、こう歌詞を目指している時に、日部も一緒にこう。習いまして、着付けなど。全く関係なくなってしまったんですけど。ね、将来メジャーになってったら、歌だけでなくね、お芝居とかもね。そうですね。芝居やりたいですね。お芝居とか、本当に座長公演が。座長公演ですよ。はい、また夢で。ね、ぜひやりたいんですしいよ。ねあと、スポーツの方はスノーボード。はい。 またこれもできなくなりましたけれど、えもうプロの歌手になっちゃうとね、なかなか時間ないですね。折したりねあ、そうですね。怪我も大変です、ね。なかなかねスポーツは勇気いりますね、はい。はい、そうですよね。ねえ、そうかそうか。そうなんです。なんかちょっと休みで、で特にやトランペットできるの。はい、はい、そうです。あの小中高と吹奏楽部に入っておりまして、ーマーチングバンド。 でありましてあの動くやつでしょそうです動きながらこう吹いていくのでこうやってましてあ、すごいすごいそれも一緒に合ってますねこの感じねそうですねこれかっこいいですねみんかっこいいよねそっかそっかそれと水泳水泳もやってましたねあ、じゃあ結構スポーツマンだったんですねそうではないんですがやっぱ水泳とかこう水が好きでこう泳ぐのはすごい好きでしたねあの中学校とかここの頃ってどどん クラスメイトにどんな風に言われてました。あだ名ですか。あ,あだ名とか、あだ名は普通に、うん、あの呼ばれてましたけど、うん、でもこう、うるさいって、<laughs> 明るい方だったんだ。<laughs> そうなんですね。うるさいし、こう、人のことで。ちょっと <laughs>、うんうん 笑ったりするので、ちょっと迷惑がられるような感じでしたね。結構あと自己中心的なみたいな、あんまり言えないんですけれど、そう。そうですね。でもね、そんぐらいのがいいっすよ。明るくないとね。そうですね。うるさいっていうのはもう本当にこう元気っていうのが、はい。あの取り入れ、それしかないんですね。そうですよね。はい。そっか。あの食べたりするのは好きじゃないの？大好きです。 ハンバーグ、ハンバーグも大好きですけれど、ラーメンとか、お家が洋食だと、はい、違うものが食べたくなるでしょそうなんです。もうやっぱり家だとハンバーグですとか、肉料理とかなので、そうですね、あのカツとかね。そうなんです。なのでやっぱり家族と食事に行く時も中華屋さんとか和食屋さんで、は あんまり行かないですねファミリーレストランとかはそうだよね似たような所にそうなんですよおうちで食べた方が美味しいんそれは分かんないんですが父がいつもこういじってるじゃないですかなので見たくないって言われるんですねああそうかそうなんですねもう当にあに明るくて性格が良くて僕はもう先週今週とお話聞いて本当に素敵な女性だなと思ってぜひ応援していきたいと思ってるわけですが一旦ねここでちょっと CM を提出させていただきます